私の PCX がですね、走行距離3万キロになりました。もっとね、本当は早くなる予定だったんですけれど、通勤で使ってて、もっと半年、1年ぐらい前に3万キロになる予定だったんですけど、ちょっとね、途中から電車通勤になったんですね。まあ、それで距離が伸びなくなって、まあ、今日でも3万キロ迎えましたね。それでオイル交換なんかもね、そろそろやろうかなっていうのと、あともうね、寒くなってきたのでスノータイヤにね、履き替えようかなっていうのもありまして、で今度のね、お正月っていうか年末の休みがですね、11連休あるんですね。まあその時にね、ちょっといろいろやろうかなと思って、まあ今ちょうどね、 NS250 のレスターもやってるのでね、まあ、そっちもやりながら PCX の方も整備していこうかと思います。どうも見ていただいてありがとうございました。